つけるんですよ、お尻が。確かに。それも可愛いなと思って、肩が出てる露出鏡って言われてました。パツはします。紐なしのこういうブラがあるんですよ。それを着ます。一番露出度高い私服ですか？はい、あんま持ってないんです。で探して一番出てるやつ持ってきました。ポイントは、あの、あれは結構これが好きなんです。そのセットで売ってるってことですか？そうです。で、つながってないんです。かわいい。どこのブランドですか？ジェイダです。あ、お好きなジェイダ。恥ずかしい。あおいちゃんが好きなジェイダですね。インスタグラマーが来てて、調べて買いました。普通にプライベートでそれ着てます？あ、一回だけですね。東京行った時着ました。下着とかどうするんですか？なんかこのこういうチューブと、この紐なしのこういうブラがあるんですけど、それを着てます。あとカップついてるんで、この服に着たいな。あ、めっちゃ思います。なるほど。座る時とかもほぼパンツ見えてます。なかなか遊びに行ってはしゃぐのは難しいですね。羽織らないと多分無理です。あ、それでおいくらぐらいでしょう？8000円ぐらいって気がします。あ、でも結構安い。そうですね、安かったです。私服って結構露出控えめな服装が多いですか？多いです。もうてかスウェット、毎日スウェットです。デートってなったらどう？え、もうめっちゃ可愛く行きます。あんま露出はしない感じ、ね、いや、します。可愛いか可愛くないか。あ、可愛いか可愛くないかで選ぶ、服を選ぶ。そうです、そうです。セクシーじゃセクシーじゃないかではあんま選ばない。選ばない。なるほど。ありがとうございました。はい。ピンクダンサーズ、あやちゃんの中で今日着てる服が一番露出度高い私服ですか？はい、そうです。ちなみにどの辺が一番露出高い感じですか？ワンの肩が出てるところがポイントですね。はい。普段、うん、そういう格好結構するんですか？夏場とかは。夏はします。あ、じゃあ結構普段からじゃ露出高めな私服が結構多いってことですね。なんかこういうシンプルなやつとかタンクトップみたいなのは結構着ます、夏は。どこで買ったとかあるんですか、これでした？これは、H&M かザラかどっちか。え、上、それちなみにおいくらぐらいですか？上は、900円でした。うんね、確かに、はい、面積少ない。え、下のパンツはどこ？下は向こうで買ったら、なんか昔すぎて覚えてない。地元の服屋とか。そうかもしれない。服は黒が一番多いです。黒が好きです。へえ、それちょっと意外です。意外ですか。夏は黒が多い。へえ。ちなみにどこ行ったりするんですか、そういうちょっと露出高い時の。でも夜中が多いです。夜かそのご飯、夜ご飯とかでも行くし、海とかでも行きます。下はパンツの方が多いですか、スカートとか？パンツがほぼほとんど。結構長いズボン履く方が多いですか？多いです。ほとんど長いズボンです。で、楽なんで。確かに。はい。ありがとうございました。ピンクダンサーズ、今日のその服がやっぱ一番露出度高い私服ですか？でも一番かは分かんないですけど、結構攻めてると思います。ですよね。はい。どこのブランドとかってあるんですか？全これはシーンです。全身、はい。なんかセットで売ってました。あ、もうそういうセットアップみたいな。はい。日本では着たことないですけど、その最近タイで来て、タイ行ってた時に来ました。なんかポイントを教えてもらっていいですか？ポイントは、はい、
もうやっぱ後ろですかね。後ろがやっぱポイントなんですか。はい、なんかもうつけるんですよ、お尻が。わー、可愛いなと思って買いました。ちなみに、はい、昼間普通に買い物とか行くのには来たりさすがにしない感じですか。そうですね、海行こうとか、うん、そういう時に着ようかなと思って買えるんですね。ちなみにそのセットアップでおいくらぐらいなんですか。でもめっちゃ安かった、3000円ぐらいそのセットアップで。私服って結構露出度高い私服多かったりするんですか。あーでもなんか肌を見せたいとか、うん、そんなんじゃなくて普通に可愛いなと思うのが結構露出多い服が多いかもしれない。暑いから、うん、勝手に露出増えるみたいなもうタンクトップとかでも、腹出しのタンクトップとかでも露出多いじゃないですか。うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。ピンクダンサーズ一番露出の高いコーデで来てくださいということで来てもらったんですけど、はい、どこがポイントかというと、多分こことかがもうあらわになってるのとかも露出結構してたら危ないみたいな感じになるんじゃないかなと思います。あったかくなったらその服装で街歩いたりするって感じですか。もう私はもうそうです。へー、これもたまたまこの前ショッピング行ってめっちゃ可愛いと思って買って、冬服しか まだなくて、でちょうど夏物が出たから買いに行って、まだ夏用のとかがまだ実家にあるんで。あったかくなってきたら結構露出高い私服は着てる感じだったんですか。でした、露出狂って言われてました母親に夏服が一番好きで、露出してるのが好きです。あんまこう着込むのはあんま好きじゃないですね。逆に好きじゃないんですよ。だから冬とかもなんか全然コーデとか分かんなくて。どこの服ですか。これはザラです。なるほど。ちなみにおいくらぐらい。7000円くらい。あ、そう。結構怖いですよね。怖いです。これ例えばね、なんかちょっと酔っ払ったりとかして、あーもうやばいですね。例えばクラブとか遊びに行ってベローンはしゃいじゃったらちょっとベローンってなる。ベローンってなる可能性もありますよね。ねえ、危ない危ない。これはどういうところが気に入ってそれ買ったんですか。これはもうなんかあのもうこことかもうデニムのズボンっぽいじゃないですか。こういうとかも再現されたワンピース、なかなかデザイン性がみたいな珍しいと思って。確かにちゃんと取れるんですね。そうなんですよ、ちゃんと取れて、ここチャックはないんですけど。さすがにね、今年の夏は大阪楽しみなさい。ありがとうございます、楽しみます。ありがとうございました。ありがとうございました。ピンクダンサーになるために大阪に出てきましたって言ってくれて、ピンクダンサーズに対してすごく意味を持ってくれてて、だからこのピンクダンサーズの面接に落ちたら他のダンサーの面接を受けず地元に帰りますって言われた時に、ピンクダンサーズじゃないと意味がないっていうハッシュタグをよく使うんだけど、それはなんかこの子がこの時面接に言ってくれたその言葉が僕の心に響いて、このピンクダンサーじゃないと意味がないっていうハッシュタグを作りました。ピンクダンサーズのことを思ってくれてる人がいるんだからこそ、まあ、これからももっともっとみんながね、その輝けるステージっていうのを、僕は作っていかないとダメなんだな。休みを取って沖縄へフライ深呼吸今夜もファイ強がり自分どっか行きたい気分また一日が始まりそして終わりあと日が変える頃なんないや泣き虫自分やったの